she needs to be quiet. Ooh. 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 まずは、はい、この4台が、はい、4台のマシンが、上半身の肩関節や、はい、肩甲骨周りの可動域を広げるんです。でまずはストレッチですから。でこちらも下半身の3台で、はい、これも、まあ、股関節周りの可動域を広げたり、はい、まあ、あとは、まあ、まあ、そういったストレッチをやる。で要はまずストレッチですから。それ7台、はい。でその次に今度はストレッチができるようになって、まあ、循環中っていうか血液の循環が良くなったら、はい、その次は今度攻めていくんです。ああ、ちょっと上げていくっていうか、はい、あとペースを上げていく。あ、ペース、はい、だから反復を多くする。あ、そうすると今度はインナーの方が影響する。あっ、あっためて、はい、怪我をしないようにしてあげて、はい、その次に今度はそこを攻める。そうすると、はい、まあまあ、そう、DCA も取り出しながら、はい、そのインナーを作っていくっていうことをすれば、まあ、バネができる。はい、イメージですか。そう、でそこまでやって、はい、でさらにトレーニングまでできる。あ、筋トレが、はい、だからまあ、いや、俺やってるんだと思ってる。ダメっすよ。そうですよね、やった方がいいですよね。いや、マジあかんすよ。でも全然違いますよ。本当ですか。ちょっと失礼します。はい、最初のこれでいいですか。はい、普通の。そうです。こう持って、そう持って、上げてみて、で、へこます胸を張る状態を作ってみて、はい、で、こう握るっていうのを、はい、この方です。下まで下ろす、下ろすことは仕事、はい、仕事で、はい、あとはこれ、肘で受ける。あ、受ける、はい、そう、そこで置く、ちょっと前行きましょう、はい、で、ちょっと前傾します、はい、ここです。こう。で、ここでも。そうです。そんな硬くない。はい。で、ちょっとしたら。ああ。僕もそっちだ。あ、ちょっと僕も慣れます。そうすると、やっぱ腰ともに負担かかりますよ。はい。次。すごい。こっちは本当、本当、本当。だから、チンアップやりますけど。はい、どうぞ。あ、これはさっき言った。持って、で、座って。はい。で、そこに座って。はい。で、この辺です、はい、で、お腹に壊して胸を閉じる。お腹に止まって、はい、で、ここに肩が脱力、はい、このぐらいで脱力、力になってください。ちょっと硬い、硬いですか。いい、上に上げることができてない。え、戻す。あ、もう硬いです、うん、ここに肩が脱力、もう任せる感じです。あ、この返しを任せる。そうそう、最初だけちょっと、そうそう、引くことが仕事であるから。あ、なるほど。で、痛いところで、はい、その伸ばした時に息を吐く。はい、うん、はい、うん、はい、おー、すごい。はい、行きましょう。しまって、で、お尻でいくとなんか頭をつけちゃって。はい、あれ、ちょっとバコバコだな。これね、そうそう、あ、いけるいける、はい、いや、腕そんなに長くないよ。そうなんですよ。大丈夫か、はい、学校高いまで腕やるから。そう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 、コンパクトでいいんじゃない。ホッケー選手としてはいいかもしれないです。スティックはコンパクトがないよ。そうそうそう、はい、そうで、これで、これ息吐きながら、手はどうなんですか。そう、もう、本当にこれ、あ、この感じです、はい、これ痛くない。これ、良いところ。あの、硬い、硬い、硬いです。もう硬いですよ、僕。だから、こんな感じですね。はい。で、なるべくなら、肘を伸ばしながら耳の近くにつけてください。はい。何も言ってないけど、全然曲がらない。そうなんですよ、僕、硬いですよ。だから、こういうことはないからね。ないですね、あんまり、うん。横に振るだけなんで。そうだね。うん、でも、いいかもしれないです。可動域が広がりそうです。いや、広がりそう、広がります。ですよね。で、今度は、はい、こうしてみたり、こうしてみたりとかします。はい、反対側、そうそう。
そこは多分硬い。硬い。痛くないってことは、あ、気持ちいいです。投げたりすることやってないから、はい、壊れてないんだけど。ああ。今度横向きになりましょう。横向き。横。そう、横向きになってください。で、そうそう。はい、で、肩をこれつける。はい、肩の頂点をこれつける。はい、で、これで、ここに握りましょう。握る、はい。で、押し込んで、押し込んで。硬いだけで痛くないってのはすごいな。硬いですけど。絶対これ痛いよな。これやったら痛くないよね。全然。だから使ってない。投げることだって。あ、そうっす。投げないんで。こんな感じでっていう感じ。あ、なるほど。硬い。痛くない。投げないからですかね。そうですね。あ、でもこれ伸びしろっすね、僕の。めっちゃ面白いですね。いや、もう、はい、これ相当これ読んだやつだけでめちゃくちゃ楽になるんですよ。あの動きながらそのあの自分でその柔らかい部分を作っていって、はい、動きやすい部分を作っていくことが一番いいのかな、はい、よっぽどなんだろう片方だけ短いとかってったらそれはそういうのはあるかもしれないけど、あ、これ、はい、で、足踏みましょう、はい、で、ここもじゃなくて、はい、ここに、あ、ここ、お尻、背中、頭が下がる、はい、今度こっち側の膝が出てください、うん、こっちを、こっち前出すっていうよりも、はい、前のトレーニングだけど、ストレッチ、こっちに、ああ、こっちスクワット、あ、こっちか、で、まずは90度以下ぐらい、はい、で、自分で、まあ、ここら辺ぐらいからちょっとやっぱりあの少し影響してくるとか、あ、確かに、今の運動にこっち、後ろっすね。そう。で、特に自分の下側のようにお腹でへこましてはい。そうそう。そしたら、ここで、ゆっくり。ここで、コントロールして。はい。で、それを90度以下から90度に持っていって。あ、ここだんだんこうなっていく。そうそう。で、伸びるとどうかですね。こっちだろうな。よし。で、多分これが一番、はい、あの楽なので、あ、これで、はい、多分あの伸びるんで、はい、こっちを向いて座りましょう。これレッグプレスみたいな。レッグプレスをやるような感じで。感じですよ。言ったら。で、同じような足をしても。これ片足ですか？あ、両方です。両足、はい。で、そう、その位置でいいんで、はい、腰幅ぐらいまで少し広げてもらって。はい、ここが硬いんだよね。腰幅もっと重いです。そうです。で、かかともつけましょう。はい、硬いですね。うん。多分もうその裏は固まらしい。で、そのまま押してあげましょう。そう。ちょっとこれ。あ、これ。で、軽く曲げて、で、かかとで押してあげる。で、ここの裏を伸ばす。で、それを繰り返しましょう。はい。伸ばしてみましょう。裏固まるんだよな、やっぱり。ああ、そうですね。で、今度は、そのまま、はい、そのまま下を下ろしてください。かかとつけたの。どこで下ろせるか。ここで浮いちゃう。ギリギリです。頑張ろう。はい、で、これを繰り返します。あ、はい、浮かないところからどこまで。はい、で、これを頑張る。はい、そうすると、あの、仙腸関節って言って、仙腸関節、はい、うん。そこのところが、あの、ある程度緩むようになる。あ、こうや。なので、そこが、あの、凝ってる場合があるので、あの、どうしても腰の方に引っ張る。そうそうそう。で、そこもそうやし、ここも張ってくれるけど、で、これが緩んでくるようになると、ちょっと打ち方がある。そうっすね。ここまで行こうと。頑張ろう。はい。で、一度振るとこう来ますから。これが、ここで。で、足結構硬い。硬いですね。足首が硬いってことは、結局動きがあの唐突になるってことです。あー、そうですね。ベクトルが上に行っちゃうとかがあるので、はい、あ、重心が柔らかい人たちっていうのはこう横に動かせるんです。あー、確かに。だからそのままの姿勢でこう手動けるんやけど、それが、どうしてもこう、こう引っ張っちゃう場合があって、それをやり方することによって、はい、動きが相手に読まれにくくなる。ああ、伸びしますね。うん。足首の硬さやな。そうですね。あの横には柔らかいんですよ。あの柔らかいっていうか、うん、もう、ね、捻挫したこともあって、それでなんですけど、立てて硬いっていう、立てて硬い。そう、なので、力が入った時に、はい、例えば横にこうやっていけるにしても、はい、蹴ろうとした時にやっぱりどうしてもベクトル上に上がる場合があるんで、あ、はいはいはい、それは
あの本当に横の方にこう倒していきたいのにこうやって倒していきたいのに、はい、上に行っちゃう場合あるけど。ありますあります。はい、僕はあります。本当はこのヘバンないと。ここまでしか行ってないです。ギリギリ。あ、いいいいいい。あ、一番いいですか。そうです。その何回も繰り返しました。右側の人って感じですか。そうそう。右側曲げて曲げていきたいから。曲げていきたい。あ、めっちゃいいっす。これ伸びると、はい、ももが上がりやすくなる。あ、裏が硬いところはスプリントの時に。そう。そうなんですよ。一個一個が。そうなんです。だから、腿が上がりやすくなって、はい、まあ、足首がある程度柔らかくなってくると、自分は進行方向の方に蹴れるから。だから、ある程度、そうだな、その低い姿勢のまま動くことができるようになって。あ、はい、右のが僕柔らかいんですよ、うん、あのちょっと右のが、ちょっとこの辺まで来てる場所です。あの、多分ポジションもあったりとか、はい、あのどまあ、多分利き足もあったりとか。あ、そうですね。センスポに来て僕伸びしろ感じます。ありがとうございます、はい、これ伸ばす部分がめちゃくちゃあるな、うん、あ、いいわこれ本当にやばいっすね。だから多分あんたはこうでお尻をつけて背中をつけたら、はい、頭をつけて、頭をつけて、でまずは、はい、このこっちが外線膝を外に向けるような状態にして、はい、反動をつけながら、あ、反動つけながら、あ、やばい。でこれを結構時間かけてやってる人たち多いんですよ、はい。あ、これ多分相当時間かかりますね、うん、本当に伸びるまで。でもね、あの無理してやらなきゃ伸びないんですけど、はい、家でも伸びることあるはずなんですよ。あ、伸びてますよ。反動つけて息吐かなきゃ、思ったらダメ、思い切ったら。あ、本当や。だから誰かがやるとトラウマになっちゃうでしょ、はい、そうするとアウターが動いちゃう。あ、アウターがこう防衛しちゃうから、はい、止めちゃいますね、勝手に。本当はこうやって1、2、3とかでやられるっていうのが良くない、自分でやった方が。あ、自分でやったら、止めますもんね、ちょっとアウターで。そうだったらアウターで止めちゃうから、はい、意味ない。あ、このまま行って、ここで離すというか。あと、重い人の自分はもう、あれなんですよ。もう、どのくらいの重いでいけるかなってやりながらやってる。だから、本当にはこれ、ほっとくんですよ。自分たちでやってるんですよ。どうですか、回転やってみて。回転ちょっと打つ方、はい、このぐらいして、じゃあちょっと前の方に、はい、そうで骨盤立てる感じにして、はい、で立てる感じにして、これを膝を曲げましょう。いける、どうすか、はい、こうこうえ、でそうするとどうしても体がやっぱりこう、はい、先行しちゃうっていうとこが出てくるんです、ね、あ、これって両足普通やるんですか。片足、はい、あ、でどうするんですか。でまず体が真ん中に来ること、はい、真ん中に、で前傾すること、前傾する、これ同じ。浮くってことは、浮くってことは、このもうここからですね。ここからこうお尻の方まで来てる。ああ、そうです。来てます。で、本当はこれで動かせる。いや、さっき僕やったらもう少し真ん中これ。真ん中来るんですよね。そう。だからね。やばいでしょ。やばい。次そうでしょ。ギリギリ。え、これやばい。これは。だから軸を作ったままで打てるっていう、はい、それは例えば、はい、膝がそこまで内旋しなくても、はい、ここ寄せるだけでも打てる。あ、それがこうなっちゃうって、あ、前に突っ込むことがあったり、はい、することがあった場合には腕打ちになるっていう。あ、で球のスピードが出ないですね。そう、 あるかもしれないです。で骨盤が立った状態である程度軸を作って打てなくてはいけない。あ、はい、そうですね、うん、あります。頑張ってください。はい、頑張ります。伸びしろっす、そこは。だからこっちへ、こっちへ行くってことでしょ、はい、まず真ん中に来なかったんです。そうですね、本当はこの状態にひねたら、ひねたら、絶対無理やん。ひねるですよね、こっち。ひねないけど、こっちもやる。はい、やります。え、こうかえ、で、これ戻る。こっちもあるの。あ、逆もあります。あるの。逆にも打ちます。あ、そういうことか。はい、なんでこっちも両方これね、これでいいんですよね、足は。そう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 、こう、こう、こうで、これを真ん中つかる。そうそうそう、こう、こう、普通ペタッとつくんですよね。やばい、これやつも硬い。真ん中にまずね、出てきて、やばい。いや、本当にみんな伸びしろだろう。こういう初動負荷やってきてなかったんで、ここはもうギリギリです、僕もう、釣りそうでしょ。そうそう、ピキってなってるんで、で、それを徐々に徐々にやってるし、あー、これ続けていって。そうなんですよ。はあ、うん、よし、来た、です。これどうなんですか、これで降りるんですか。そう、
今日この辺、この辺にしましょう。はい、いや、すごいすごい。はい、終わりましょう。ありがとうございました。